岡の柳川に遊びに行きたいと思います。うなぎのせいろ蒸しが来ました。鯉のぼりの影もんもあります。テストします。シェシェ、ありがとう。おー、すごい。再见、バイバイ。じゃあ、对不起、ごめんなさい。すごい。早安、おはよう。晚安、お昼寝する。晚安、お昼寝する。まあ、なんか似たような感じだけど、ちょっと寝る。おやすみなさい。おやすみなさい。さあ、じゃあ、喝茶。お茶飲む。喝牛奶。牛乳飲む。おー、すごい。吃葡萄。葡萄食べる。すごい。吃苹果。食べる。吃苹果。リンゴ食べる。すごい。グー。グー。なんかいいね、この建物。個室でーす。いいねー。来た瞬間にいい香りがしました。もう最高です。うなぎぎっしり。大丈夫だよ、もう冷めてるから。飲んでから酒飲み。甘酒飲んでるし。見たい。川下りするんだけど雨が降ってきちゃいました。でもカッパを着て乗れるそうです。よかったよかった。今からここにある船に乗って船頭さんのお話を聞きながら、川下りをします。楽しみ。すごい。ここでチケットを買います。下げもんコーナー。お雛様の時期にはこういうのがいっぱい柳川にあるらしいです。可
いね、右に鯉のぼりの影もんもあります。かわいいね、ほんとかわいい、子供の日。船の乗車まで20分ほど時間があるので座って待ってます。無料でカッパを貸してくださいましたので、濡れないように来ます。ちょっとリオタニ大きいかな。かわいい。いよいよ船に乗ります。よいしょ。リオタン、イエーイ。濡れないようにしっかりガードしております。出発しました。それでは改めまして皆様こんにちは。こんにちは。うまいです。いや、これ一つ頭が濡れるけ。本当だ。リオタンが見えなくなって。すごい、なんかいいね、この走りの国。ね、走りの国に入りましたみたいな感じです。あ、頭打ちそう。ギリギリ。ギリギリでもないけど。あ、頭擦れた。これも北原白秋先生の詩です。大好き、ビール。カッパのリゾさんがビールを飲んでます。いいね、景色。あ、癒される。ちょっと見えない。マイナスイオンを感じてる人たち。マイナスイオン感じすぎて眠そう。ここでアイスクリームなどを売っております。ここでいろんな食べ物を売っていて、買いたい場合は、船を止めてくださって買えるそうです。お船の上でアイスや揚げ餅も食べられます。ころり転げた木の根。